はい、こんにちは、野方博です。いやー、ついにね、50万のベンツ売って新しい車買っちゃいましたよ。ということでね、今日はこの車紹介していきたいと思います。この車、ベンツの CLS350AMG スポーツエディションっていうやつですね。国内限定350台の限定車です。新車価格は940万、940万ですよ。ほとんど1000万の車です。これをいくらで買ったかっていうと、車両価格が57万です。50万のベンツを売って57万のベンツを買ったということですね。ただそれに車検とか諸経費合わせて、まあ大体70万ぐらいですね。この AMG スポーツエディション、何が違うかというと、まずこのフロントのバンパーですね。このエアロのついたバンパー、これが AMG のバンパーになってます。それからサイドスカート、そしてこの AMG のホイール。タイヤサイズはフロントが245/40×18インチ、そして、リアがサイズが違うんですけど、なんと275/55×18インチですね。太いんですよ。それからマフラー、この AMG のロゴがありますけど、実はね、これマフラーじゃなくて、このマフラーカッター、この出口だけが AMG なんですね。それからボディカラーが、これオプシディアンブラックっていう専用色ですね。この黒のみの仕様になります。それから中をちょっと見てみましょうね。はい、シートはレザーです。で、まあこれは共通なんですけど、ウッドパネルがついてますね。はい、リアはこんな感じ。はい、これがコクピットです。この景色はね、前の CLK とほとんど一緒な感じで、このステアリングとかメーターとか同じようなレイアウトになってますね。で、鍵を挿します。いやね、めちゃくちゃ静かなんですよ。同じ V6 ですけど、こっちは 3.5 リッターの DOHC です。で、この辺のね、シートのアジャストもね、ベンツのおなじみです。それから今回はなんとサンルーフがついてるんですよ。いいですね、開放感たっぷりで。
エンジンルームはここを引いて、まあね、エンジンルーム見るような車じゃないんですけど、この通り、ね、綺麗にカバーされて、でこの車ね、最初に見た時に、あ、この車いいなと思ったのが、エンジンルームがすごい綺麗だったんですよ。エンジンルームが綺麗っていうことは、まめにメンテナンスしてるっていうことですね。なんで中古車買うときはね、その辺一応見た方がいいですよね。でちょっとね、ベンツにはありがちなんですけど、まあ AMG スポーツパッケージだから、この AMG はいいとして、 CLS55 とかね、つけるのはやめてほしいですよね。でトランクです。ご覧のようにかなり広いですね。それから買った時にここのボタンが壊れてたんですけど、なんか直っちゃったみたいでね、このボタンを押すとトランクが閉まります。はい、4ドアなんでね、リアはこんな感じですね。いや初めて乗ったんですけどね、結構広いですよ。レッグルームなんかもう全然大丈夫で、ここが、まあ、多分デュアルエアコンなんだと思うんですけど、こちらでも調節ができますね。でこれがカップホルダーですかね。それからここを開けるとめちゃくちゃ広い小物入れスペースですね。12ボルト電源もあります。シガーライターのあれやつですね。それからここが灰皿ですね。考えてみたら僕4ドアセダンって初めてですよ。まあメーカーが言うにはこれはあの4ドアクーペらしいですけど、まあ割と4ドアクーペって今ヨーロッパなんかじゃ定着してるみたいでね、アウディとか BMW もね、こういうつるんとしたクーペ形状の4ドア作ってますよね。でこの4ドアの利点っていうと、なんといってもね、びっくりしちゃったんですけど、保険がね、前の CLK から車両変更したら半分ぐらいになっちゃいましたよ。めちゃくちゃ安くなってびっくりしました。あとこれはね、前席のランバーサポートですね。まあちょっとお約束でね、スモーク貼ってあるのが嫌なんですけどね。あとね、これ剥がしちゃったんですけど、レーダー探知機、ベンツの人は飛ばすんですかね。僕ねレーダー探知機とかね、うるさいからね、嫌いなんですよ。でこれスイッチオフにして剥がしちゃったんですけど、まあいずれはこれ元から、抜いて取りたいと思います。それではエンジンかけます。ミッションは7速オートマなんですけど、このようにパドルシフトがついてます。こっちがシフトアップ、こっちがシフトダウンですね。はい、こんな感じで乗り味は静かでめちゃくちゃスムーズですね。パワーは一応265馬力かなんかで、トルクがね、もう2500から上はもうずっとフラットトルクで最大トルクが出てます。でちょっとこの車
もう5万キロも走ってるんで、ちょっとさすがね、ダンパーがへたり気味で、なんかちょっとバネっぽい感じなんでね、これもね、いずれはなんとかしたいと思います。はい、ということで新しい CLS350 の紹介でした。野方博夫でした。じゃあね。